唐松駅は、かつて、北海道三笠市唐松町に設置されていた、北海道旅客鉄道ホロ内線の駅である。ホロ内線の廃止に伴い、1987年7月13日に廃駅となった。連邦略号は馬。住友坂炭鉱の西岸駅であった。1976年の唐松駅と、周囲500メートル範囲。左が岩見沢方面。 単式ホーム一面一線と駅裏に四本の留置線、駅舎横岩見沢側に切り欠き状の貨物ホームと引き込み線を有している。かつては駅の南側台地に北端新幌内港があり、当駅岩見沢側から駅前の道路を横切る軌道跡が残されているが、写真では影になっている台地の崖下体専用線が伸び、崖を利用して設置されていたホッパーから運搬していた。 崖上の先端施設も含めてすべて撤去され、わずかな残骸だけが残されている。また、1943年の閉山まで、住友工業、唐松港のホッパーが、駅裏駅舎正面に設置されて、石炭積み込み線が敷かれていたが、こちらは古いために跡形もない。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成この地域の沢沿いで開拓期に木材を切り出していた人の名前、藤松が沢の名前に付けられたのを講師とし、その後この藤松沢上流にいくつかの中小炭鉱が開けこうして、藤松沢炭鉱、藤松炭鉱などと称していたが、住友に買収されて、唐松炭鉱となった。一方この辺りの当時の地区名は、と松沢の本来の名前である。 アイヌ語のボンポプパオマナイが省略されたポンルッパをアザナとしており、駅名の方は住友坂炭鉱の西岸に従って住公明から付けられたものである。1944年になって当地のアザナも駅名に従う形でカラー松に改正された。廃止時点で単式ホーム一面一線を有する無人駅であった。以前は相対式ホーム二面二線を有しており、 列車行き違い設備もあったが、駅舎側の一線を残して撤去された。駅舎は、北海道の木造駅舎としては、非常に珍しい巨大なギャンブレル屋根が特徴であり、古い開拓の丘のような建物である。廃駅後しばらくはそのまま放置され、廃墟となり荒れ放題となっていたが、地元有志により、駅周辺の整備、駅舎の修復、記念品の展示、看板の掛け替えが行われ、 現役当時の雰囲気に戻った。ABC 今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳1北海道、新庁舎、2008年、36ページ。ISBN978 から4から10から79万19から7。官19報1929年12月13日、鉄道省国時代275。ありがとうございます。